第44回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1991年6月1日から1992年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1992年8月30日にカリフォルニア州パサデナにある パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会は、ティム・アレン、カース・スティアレイ、デニス・ミラーが務め、アメリカではホックスが生中継で放送した。主要部門の最多ノミネートは、アイル・フライ・アウェイと、たどり着けば、アラスカの9部門で、隣のサインフェルドが8部門と続いた。主要部門の最多受賞は、ミス・ローズ・ホワイトの秘密、t v キャスター・マーフィー・ブラウン、隣のサインフェルド、 たどり着けば、アラスカのそれぞれ三部門だった。テレビ芸術科学アカデミーにより、プライムタイムエビーショーのルール変更が行われ、レギュラー出演者とゲスト出演者が同じカテゴリーで競うことになった。この結果、1エピソードにしか出演していないのに主演賞にノミネートされるなど混乱が生じたため、翌年に元に戻された。受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。 なお、括弧は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。